こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、ちょっと物は試しふざけたコーナーをやらせてもらいます。前回私がね、ちょっと変わった衣装といいますか、カンフーの格好をして、動画に出たと思うんですけども、たまにああいう格好するんですが、今日はね、3つの私のお気に入りの衣装でね、 YouTube の方をお送りしたいと思います。まあ、と同時にですね、そのファッションの説明オーバーさせていただきますんで、ご容赦くださいませ。男性のファッションに興味がない人はこの辺で見るのをやめてください。あとね、おしゃれを希望している人もやめてください。あくまでも時代遅れな、もうね、昭和ファッションでございますんで、私がね、一人で気持ちよくなるだけの番組です。ということで、ご容赦くださいませ。ご了承の方はこのまま動画の方を見続けてください。ちょっと苦痛な時間になるかもしれませんので、ご了承ください。よろしくお願いします。はい、まずお目にかけますのは、まあ、この学生服ですね。ガチンコ男塾の正式な衣装として、着用してるんですけども、まあ、これは洋ラン後で着るとしてですね、これがなんですかね、短ランサイズの解禁シャツになります。本当お腹がすぐ出るような感じで、まあ、晒しがありませんので、このまま失礼しますね。で、下の方を回っていただくとね、ボンタンがあるんですけども、ボンタンがね、またね、結構な問題ですよ。こう下の方行きますけども、渡りが55でね、裾が45というね、まあ、ドカンというやつですね。かなりでかい、こうポケットをこう広げながら歩いたのを懐かしいなと思ってる昭和男子は多いんじゃないでしょうか。よいしょ。結構ね、暑いですね、この衣装はね。でさらに暑くなるために、この学ランを上から着てみようかなってことですね。はい、まあ、この長さがね、120の洋ランですんで、これ鉢巻きありますけど、鉢巻きはちょっと入れておきましょうか。120ですから、だいたい私の身長180の頭のサイズもありますけども、このね、膝下のとこまで来ますね。膝下のとこまで、こんな感じです。ここまで来るんですよ、うん、もう完全応援団みたいな。ここ締めたら応援団ですね。ここを締めたらね、まあでも締めずにこうやって肩で風を切って歩きましょう。これがまあ洋ランの正しい着方かなと思います。あとね、ポイントなんですけども、洋ランに慣れてないとこのままね、椅子に座っちゃうんですよ。そしたらね、台無しになっちゃうんで、こうバスッと広げてね、前に出すか、もしくはこれね、脱いで座るたんびに脱がないといけないですね。で、私の場合はこの洋ラン着てるときはね、絶対座らないですね。もうずっと立ちっぱなし、こうやってこんな感じですね。で、歩き始める直前にこうポケットに手を入れる感じで、で、しばらく動かないときはもうこんな感じですよ。で、後ろ組んで、ちょっとこうね、顎を上向けてね、こうして見下す感じで、顎をこうやって浮かしてね、こうですね。愛徳かーんとかね、こうやってね、冗談みたいに言いますね。ということで、この学ランなんですけども、やっぱりね、ガチンコ男塾を名乗るならこの刀がいりますね。まあ、2本私は持ってるんですけども、こちらの長い方を使いましょうか。まずそこのとこよろしくという感じで、ガチンコ男塾やってまいりました。刀の抜き方なんですけども、ちなみにまっすぐ抜いただけじゃね、抜けないんですよ。あ、なんかついちゃいましたね。ほこりがつきました、ここに。取れた。これね、抜いただけじゃ抜けないんですよ。私のような体格があっても。どうやって抜くかっていうと、このね、鞘の方をね、引くんですよね。横から見るとね、こう抜くんじゃなくて、鞘をこう引くんですよね。体をこう開いて、ファッと。だからどっちかっていうと、剣の使い方ってこっちを動かさずに抜くときは体をこう開くんですよね。その後こう立てるというね、感じでございます。すいません、正確に知ってる方がいたら教えてください。こっちの短い方はそのまま抜けるんですけどね。ということで、ガチンコ男塾の学ランでございました。またいつかね、紹介させてください。ちなみにボンタンなんですけども、
ボンタンの説明は説明でしときましょうか。もう汗がきましたね。ボンタンの説明入りましょうか。はい、脱ぎまして、ボンタンになりますけども、渡りが55っていうとね、どういう風なサイズになってくるかって、サイズ感になるかっていうと、こうなんですよね。ほら、すごいですよ。私のね、胴回りですよ、これ。胴回りと同じサイズですね、55。渡りが55っていうと。で、これがまあ、下まで行くんですよ。土管ですね、まさに。うん。空き地に置いてある土管。45というと、これまたね、私の肩幅と同じぐらいのサイズでできてるんですよ。でもこうするとね、すごく動きやすいのと、蹴りを出した時にシュカシュカって音がするんですよ。だからね、自然蹴りが好きになるんですけども、喧嘩ばっかりやってたわけではありません。私もね、体がでかいんで、どっちかっていうと向かって来られる方だったんですけども、やっぱ痛いんでね、鼻血もよく出しました。で、内側はこういう風なね、赤い生地に、ここ後ろが切れ目があってね、こうクロスなってるでしょ、ここが。で、ループがだいたい7センチというやつで、私の場合はいただいてます。タックは、2タック、1000タックはなし。で、ここに、なんかね、菊の紋章が入ってる。マックスラガーとかありましたね、昔ね。ということで、このボンタン、私の大好きな45、55のサイズでございます。そこのとこよろしく。はい、じゃあ次に紹介したいのは私のスーツです。スーツといっても私がこれね、40過ぎてから35ぐらいかな、35ぐらいから着出したスーツで、40過ぎまで着てたんですよね。で、今は着る機会がありません。ブランド名はビビコってやつなんですけども、ご存知の方いらっしゃいます？ビビコね、竹内力とかね、清水健太郎モデルみたいなのが出てますけども、私の場合はこうなんともね、いかめしいスーツ、ワンセット。これ仕立ててね、40万ぐらいだったと思います。お金がない中でも、こういうスーツをね、決まって着てたわけなんですけども、ちょっと、じゃあ合わせてみましょうか。はい、どうでしょうか。なんともね、摩訶不思議なシャツですよね。それからすいません。通常は T シャツ着ないんですけども、地肌にこれを着るんですけども、今日は T シャツ着たままですいません。失礼します。で、これのね、特徴的なところは、ボタンなんですよね。ここのね、ボタンをはめても、ボタンが見えないように、これ二重になってるんですよね。こうです、こうです。ここでボタンはめて、これ被せるようになるんで、ボタンが見えないでしょ。これ私の好きなところなんですよね。はい、それですね。まあ、ズボンなんですけども、合い物で、春夏ですね。夏の間ずっと着れる、ちょっと薄々のやつです。ですので、あんまり派手な動きすると破れちゃったりとかね、スクワットとかは絶対できないかなと思ってます。ちょっとズボンの方見てもらいます。まあ、こういう感じでね、なんともこう、どこに売ってたんだと言われそうですけども、まあ売ってるんですよ。広島にもね、こういうのが。まあ大阪に買いに行ったんですけども。これ、サイズ測ってもらって仕立ててもらうんですけどもね。ですね、基本的にね、やっぱりこうね、着るものに見栄を張るんですよね、やっぱこう。中学高校の頃から、まあ中学の頃は何もしてなかったんですけども、標準だったんですけどもね、高校に入ってからちょっとこう自分カラーを出してみたいなっていうやんちゃ心がございまして、じゃあちょっとジャケットの方をね、でジャケットも上下お揃いで、でブランドがここにビビコって入ってますよね。懐かしい方いるんじゃないですか。で、非常に軽いんですよ、これが。上がですごく着やすくって私好きなんですけどね。だから地肌に着るとこの襟を出してね、こんな感じですかね、こうですかね。で、まあこれを着るときはこの変なサングラスが似合うというね、こういう感じですか。ここが太くってなんかこう蛇の柄みたいになってるでしょ。これがなんかちょうどお揃いっぽくなってて好きなスタイルなんですけどもね、今こんなことしたらね、即通報ですね。はい、私の場合はこんなもの着てなくても通報されそうですけどね。では、これは以上で、これがね、だから竹内力モデルだったと思います。万田銀次郎みたいな感じで取り立てに行くような気がしますね、これでね。いやー、これね、どこに着ていけっていうんだよ、今ね。はい、では3着目、最後になります。やっぱり隠居してる身としては、これが一番しっくりくるなと思うんですよね。まあ、この和げさはちょっと余計だったと思いますけどもね。わけさがあると急にこれネクタイみたいな効果があるんですよ。やっぱ外出するときはこういうのをね、かけて
お出かけるということになりますけどね。まあ隠居ですんで、これで山道に行くと通りすがりの人がね、ありがたがってこう手を添えてくださいますんで、いい挨拶ができますね。これ新発見です。で、この羽織なんですけども、この羽織が気に入ってるところはね、こう中にこう鴨の絵が描いてるんですよね。で、これ紬って言って結構いい生地で作られてまして、これはね、ご主人がお亡くなりになって、で残された遺品の中にあったのを奥様が譲ってくださいました。これね、大事に着てますからね、ありがとうございます。はい、やっぱり隠居暮らしをしてるからか、この格好が一番しっくりくるなと思うんですよ。もう隠居も5年目になるとね、すっかりとこの暮らしハマりまして、そしてね、40歳まで私本当うだつが上がらなかったんですよ。何をやっていいか分からないし、何をやってもダメだし、で金はとにかく稼げなかったんですよ。だから動けば借金ができるみたいなね。で、私の借金の仕方っていうのは、まあ、金融機関とかはもうすぐ借りれなくなっちゃったんで、人に借りてたんですよ。それがね、借り方としては返せないと思うんだけども、10万とか50万とか30万って、これある時払いの最速なしで、もしかしたらこのまま返せなくなるかもしれないから、1回しか言わないからちょっと聞いてくれと。金を貸してくれと言わん、くれ、30万でも50万でもいいんでね。もしそれでダメなんだったら、お付き合いここまでにしよう、もうしょうがない、俺もう金がないからさ、付き合ってると俺は金がかかるよ、こんな言い方だったと思います。そして、久保さんならいいよという方は残ってくださいましたね。で、本当に全然返せないばかりか、ごめん、もうちょっと貸してみたいな感じで5万10万とつまんだ覚えがありますよね。まあ今はね、本当すっきりと皆さんにそれこそお礼をつけて返せるようになって、もう綺麗になったんですけども、その時助けてくれた人にはね、やっぱこう並々なる恩があるなっていうのと同時にですね、その恩は利息として受け取った人には返したと思いますんで、これから対等に付き合っていこうと思うんですね。なんていうんですかね、ピンチの時にやっぱり資金的な援助を受けちゃうと一生恩に来てしまう可能性があるんで、私はそれだけはね、しないよというふうに申し上げましたよね。で、いつまでも対等で付き合いたいから、このお礼を受け取ってくれというふうにね、申し上げて、借りた人にはかなりののしをつけてお渡ししました。で、そこでもうね、貸し借りはチャラなんですよ。まあ、恩に感じないかっていうと、完全に忘れたわけではないんですけども、それを恩に来てね、何かこう、お願い事してもダメだよってことなんですよ。まあでもね、ちょっと難しいですね、これはね。やっぱりそうは言っても、あの時、ありがとうねって気持ちは残りますしね。ただ、そういうことにたかってくるような人は、結局、いないんですよ。おかげさまで。だからね、そういう時に、そう、お金をね、ごめん、貸してくれとは言わないけど、くれって言って、渡してくれた人は、私がね、そうなるだろうなと思った人にしか声かけれませんので、で、人にはいろんな、役割といいますか、付き合い方があってね、これを言っても大丈夫な人と、お金頼むわって言ったら関係が終わる人といるんですよね。ですので私の場合は関係が終わらない人だけに声をかけて、まんまと全員がね、久保さんならいいよと、なんか一発当ててよって、元気ないんだろみたいなね、いや久保さん水臭いじゃないか、なんで100万出せって言ってくれないんだ、ないけどみたいなね本当に助かりました、あの時は、おかげさまで。ですんでね、精一杯恩返しをしたつもりでございますけども、ただやっぱりね、基本的には助けてくださいと言うまで、助けないのが愛情なのかなと思ったり思わなかったりね、いろいろ難しいですね。はい、今日はすみません、なんか変なコーナーだったんですけども、衣装3点着させてもらいました。たまにはこういう変なのもね、見てください。ここまで見ていただきましてありがとうございました。貴重な時間を無駄にさせちゃいました、まあ、よろしかったらまたね、別の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。速稼塾の久保でした。